ライトがあったら見えないよね。お祭りの場合におきまして盛岡サッカー踊りを開催いたします。観覧のご希望のお客様は和田家電所裏のスタート席にお越しください。お待たせいたしました。ただいまより岩手県盛岡さんさ踊りを行います。盛岡さんさ踊りは東北を代表するお祭りとして盛岡の夏を彩り、華麗な舞と勇壮な太鼓の群舞が観光客をはじめ多くの人々を魅了しています。世界一の迫力ある太鼓パレード、ミスさんさ踊りを中心としたミス集団のしなやかな踊り、そして市内各地でさんさ踊りを継承する伝統さんさ踊り団体による多種多様な踊り、東北の夏祭りのトップを切って開催される岩手盛岡のさんさ踊りをご堪能ください。私たちはミスさんさ踊りミス太鼓連です。本
本日はどうぞよろしくお願いいたします。ただいま披露いたしましたのは盛岡さんさ踊りの復興踊りという演目でございます。悪を追い払い、家の中に福が舞い込むようにとの願いを込めた踊りで、福を呼ぶと書いて復興踊りと申します。本日ご来場いただきました皆様にも福が訪れますよう願いを込めて踊らせていただきました。次にご覧いただきますのは七夕くずしという演目でございます。七夕くずしは天の川を立て祭り、水に願いが届いて豊作になるようにと祈りが込められております。七夕くずしに続きまして、栄える夜の踊りと書きます、エアサ踊りをご覧いただきます。毎年8月1日から4日まで開催される盛岡さんさ踊りが栄えるようにとの願いを込めた踊りでございます。そして最後にご披露いたしますのは、盛岡市大宮地区に古くから伝わる伝統さんさ踊りの基本踊りの代表的な一つ、十二拍子でございます。それでは引き続き盛岡さんさ踊りをお楽しみください。Oh,
ここで盛岡さんさ踊りについてご紹介させていただきます。盛岡さんさ踊りは毎年8月1日から4日まで開催される、勇壮な太鼓の音色と華麗な踊りの群舞が魅力の岩手県を代表する夏祭りでございます。昨年は3年ぶりの開催となり、多くの方に楽しんでいただきました。盛岡さんさ踊りの起源は盛岡市那須川町にございます三石神社の三石伝説に由来していると言われております。その昔、南部盛岡城下に羅刹という鬼が現れ、悪さをして暴れておりました。困り果てた里人たちは三石神社の神様に鬼の退散を祈願いたしました。神様は里人たちの願いを聞き入れ、もう二度と悪さをしないよう鬼を捕らえ、その誓いの証として神社の境内にある三つの大きな岩に鬼の手形を押させました。諸説ございますが、岩に手形、岩に手、岩手、これが岩手県の名の由来とも言われております。また鬼の退散を喜んだ里人たちが三石の周りをさんさと踊ったのが
盛岡さんさ踊りの始まりとも言われております。盛岡さんさ踊りの合いの手に桜ちょいはやせとの掛け声がございます。この桜を漢字に表しますと幸せ、呼ぶ、来ると書きます。本日皆様のもとにも幸せが訪れますよう願いを込めて踊らせていただきます。先日ニューヨークタイムズにて今年行くべき世界の52カ所にも選ばれました盛岡市にぜひお越しくださいませ。お待ちしております。それでは最後の演目となりました12拍子引き続きお楽しみください。盛岡さんさ踊りの皆さんでした。今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。